こんにちはのです、えー、今回はですね、レスキューハウスの放送、これ YouTube チャンネルであるんですけども、これ私ね、ものすごく、まあ、大好きっていう表現がね、適当かどうかわかりませんけども、よく見るチャンネルなんですよ。で、今回のテーマは、まあ、17歳のね、まあ、女の子が踏切の中に入って、まあ、生きてない状態になってしまったというね、まあ、そういうふうな、まあ、悲惨な事件があったわけなんですけども、昨今もですね、おそらく投資で失敗した人なんではないかなと思われるようなね、 えー、そういった方の、まあ、いわゆる人身っていうものが起きてるわけなんですよ結構な件数で起きてましたそしてその日の前日とか前々日に、えー、FTX っていうね投資会社暗号通貨の交換業者ここがま破綻したことで絶望した方が多いんじゃないかなというふうに関連づけるニュースもありますし私もしんそうですね心情的にそんなもんじゃないかなと思うんですようんだからねあのこれねレスキューハウスの隊長も語ってるんですけども あの踏切の事故っていうのは事故というよりも自らそうしているっていうケースが多いんですよ踏切に関してはであのほぼ間違いなく迷いなくうー、まあ、あの生きてない状態になることができますんでよく選ばれるんですよねであの高いところから落ちるっていうね方法もあるんですけども実はね高いところに登らせてくれないような建物が昨今多くなってきてそれがねあんまり 現実的な方法ではなくなってきたっていうこととあとどちらかというとまあ飛び降りるよりも何かにぶつかって、うん、来られる方が、うん、なんか決断しやすいらしいですよね。うん、まあどっちがね苦しみなくっていうことになると経験がないんで比較はできませんけども、まあ、けど私たちとしてはそういう現場に。 遭遇した場合何をするべきかっていうことがねやっぱこう心の中をよぎるんですけどももう体調も言われてたようにあのまず直視しないことですねあの通常人の生きていない姿を見るだけでも多くの人はものすごく心にね、えー、結構塊を抱えるんですよで私はね実際自分でそういった現場に何度か立ち会ってきて、まあ、自分は大丈夫だなと思ったんですよ確かにあの 胸に来るものはありますけども、それによって何かね、あのまあ、いわゆるトラウマチックになったりということ私の場合はなくって、でも大抵の人はこれ、そうではないんだろうなと思います。うん、あの特にバラバラになった現場っていうのは、まあ、一生ね、心に大きなものを抱えていくことになって、それこそ外出もできなくなっちゃったりね、まあ、人に会いたくなくなっちゃったりとか、うん、自分と直接関係ないようなそういった事故でも、 この人の生きていない現場もしくは死士があちこちに行っちゃったところを見ると本当に深い傷を負うそうなんで普段からあの精神力がねまだまだ弱いなと自覚されてる方はもう絶対に無理だと思いますんで見かけない方がいいと思いますブルーシートを貼ったりとか人混みができてると思いますんであえてねそこにねこうやってね顔を突っ込まないことですあの生涯遺恨を残すことになりますんで、まあ、それがだから死者に取りつかれるっていう表現に 一部ではなったのかもしれませんけども、実際に霊魂が取り付くっていう話は抜きにしてもね、うん、やっぱこう衝撃的な画像っていうのは、あの一生頭にね、登りますんでね、うん。で、余談なんですけど、私の場合はね、なんかその、深い海を連想させる写真とか結構怖いんですよ。<laughs> なんか吸い込まれそうでね。まあ見たからって別にどうってことはないんですけども、やっぱりね、じーっと見てると、なんかこう自分がその海に吸い込まれそうなね、そんな、うん、思いがしますんで、 えー、なんかその海の底の底まで見えるようなきれいな画像っていうのはどっちかっついうとは苦手なんですよねはいで余談はこのぐらいにしましてまた動画の話に戻りますけどもタイトルとしてはね「電車バラバラ17歳女性が踏切に入って消防レスキューが絶句する、まあ、人身のリアルと」と起きる前と起きた後に、えー、絶対にすべき行動を徹底解説という動画なんで概要欄につけておきますんでご覧いただきたいと思います うんでねやっぱねあの、まあ、人間が生きていない状態になるっていうのは、まあ、誰しも覚悟はするんですけどもその覚悟が自分の、うん、精神を超えたものになる場合がありますんでねな、まあ、るべくならそういった現場には立ち会いたくないなと思うのが人の心だと思いますけども現実はそうも折り合いをつけてくれない場合がありますんでねもしそういう場所に遭遇しそうになったら。 うん、まあ直接見ないことだというふうに隊長も言われておりました今までねそのコンビニのフランチャイズの問題とかねそれからリーマンショックの時もそうですしやっぱり金銭に関わっったたこことととででそうういい道を選ぶことが多いと思うんですよでなぜかっていうと多くは自分が支えている家族なり、まあ、誰かね大切な人をこれ以上は守りきれないんじゃないかなっていうこととあとはねあの 一定のプライドなんだと思うんですよ、これは。うん。やっぱ自分がしでかしたことが、まあとてもじゃないけど、人には言えないし、もう、合わせる顔もないってやつですよね。でも人はそのお金ぐらいがなくなったごときでは、なんともならないと思うんですよ。やっていけると思うんですよ。誰よりもお金がないところから、今の状態になった私が実感して思うんですけども、 金があろうがなかろうが、あんまり人の見る目は変わんないですよ。人の見る目が変わるんではなかろうかと思う自分がいるだけでね。金がなければ、飯を食わしてくれって頼めば食わしてくれますし、ね、1000円貸してくれてたら貸してくれますしね。あの、案外、その、何かでね、破綻して、一問なしになった自分を開き直って表現すると、割とね、温かい世の中だってことに気づくんではなかろうかと思いますよね。まあ、どちらにしても、うん。 ね、あの命を絶つという選択をして解決することは何もありませんのでうーんまあなんかねそういう時は YouTube をたくさん見て気分を変えてほしいなと思いますはいちょっと最後は閉まらない話になりましたけれども私が言いたいのは自らの命、まあ、死んで花見が咲くものかということでございますよ本当にはい以上ですじゃあ動画概要欄から動画の方レスキューハウスの動画の方をご覧ください